日本最大規模の暴力団6代目山口組。今回はその6代目山口組で一次団体の組員に名を連ねる直系組長に関する情報をまとめていきます。まずは山口組の組織図から見ていきましょう。構成員と準構成員を合わせて8000人を超える組員を有する6代目山口組ですが、そこには綺麗なピラミッドが出来上がっています。組織のトップに君臨するのが6代目組長である司忍です。そしてその下にいるのが直参と呼ばれる直系組長、つまりは司忍から直接杯をもらっている大物ヤクザたちです。彼らは司忍の弟分もしくは子分にあたります。この直系組長に首領である司忍を含めた総勢数十名が6代目山口組の一次団体です。そして直系組長らは一次団体の組員でありながら自分の組織も持っています。これが二次団体です。つまり一次団体の組員である直系組長は二次団体の組長でもあるということになります。そして二次団体の組員は三次団体の組長でもあり、三次団体の組員は四次団体の組長を務めているのです。現代においてはその下に手駒となる半グレグループなどがいる場合もあります。このようにしてできた巨大なピラミッドが6代目山口組の構造です。ここからは一次団体の組員を見ていくのですが、全員合わせるとその人数は数十名に上るため、今回は執行部の10名のみを紹介します。6代目山口組若頭高山清、執行部のトップであり組のナンバー2に当たるのが若頭の高山清です。高山は6代目山口組の若頭であるのと同時に最大派閥である弘道会の総裁でもあります。1947年に愛知県津島市で生まれた彼は20歳で山口組、広田組傘下の佐々木組に加入しました。こうして山口組の組員になった高山は若かりし頃から司忍の下で仕事をこなしていたそうです。独立組織である大日本平和会との間でトラブルが発生し、広田組傘下の組織が襲撃を受けた際には報復に動きました。この件で懲役4年の実刑判決を受けた彼は刑務所を出た後に佐々木組若頭に就任します。それと同時に自身の組である高山組を結成しました。その後も彼は順調に出世の道を歩んでいきます。1980年には広田組の若頭補佐に、1989年には広田組の後継組織である弘道会の若頭に昇格しました。そして2005年3月には司忍から弘道会の2代目会長を継承します。それから4ヶ月後の7月には司忍を首領に据えた6代目山口組が発足しました。ここで高山は若頭の役を引き継ぎ、晴れて日本最大規模の暴力団のナンバー2となったのです。この経歴からもわかる通り、彼は組織の中で絶大な力を持っています。実際警察庁の報告書ではわずか26年という短期間で弘道会という組織を4000名の人員を要するまでに強化した張本人として名指しされているのです。6代目山口組組長の司忍が銃刀法違反の罪で刑務所に服役していた時期には山口組の事実上の最高指導者とされていました。その後恐喝事件を起こして高山自身も服役生活を送ることになり、その間に山口組分裂抗争が勃発します。塀の中でそのことを知った彼は2019年10月18日に出所すると早速抗争の指揮を取り始めたようです。これにより分裂抗争は激化の一途をたどっていきました。なお2012年には当時のアメリカ合衆国大統領バラク・オバマの号令によって金融制裁の対象人物に指定されています。6代目山口組射程頭青山千尋、青山は1946年8月21日に生まれました。そんな彼の役職である射程頭は組長の兄弟分の中でトップに君臨する役のことです。青山は二次団体の組長として二代目伊豆組を率いています。伊豆組は山口組と九州の武闘派組織である同人会が抗争になった際に山口組九州勢の主力として参戦しました。そして最終的には伊豆組の伊豆組長が山口組側の代表として抗争終結に合意し手打ちを行っています。その後目を継いで2代目伊豆組組長に就任し、司忍の直参になったのが青山です。6代目山口組本部長森尾歌を、本部長は本家の実務を総合的に取り仕切る役目のことを指します。1953年7月29日に鳥取県で生まれた森尾はもともと山口組と敵対していた一和会2代目山広組で若頭代行の役についていました。しかし山口組からの激しい攻撃を受けて一和会は解散に追い込まれます。
以降の森尾は自身の組織である東流会を大道会に改称し、独立組織として活動していました。ですが1990年に山口組の巨大派閥である山県組に舎弟として加入することになります。当時の彼は舎弟として最年少の37歳でした。それからも森尾はヤクザとしての手腕を発揮し、舎弟頭補佐に昇格します。そして2005年11月には司忍が首領となった6代目山口組の直参に昇格しました。それから6年半後の2012年4月には若頭補佐に抜擢されて執行部入りしたようです。そして2016年10月には大原組組長大原博信の後任として本部長に就任しました。6代目山口組若頭補佐関東ブロック長藤井英治。若頭補佐という役職はその名の通り若頭の補佐役です。6代目山口組には7人の若頭補佐がいます。その中で関東ブロックを担当するのが藤井です。彼は自身が会長を務める組織として5代目国粋会を持っています。1946年4月28日に大阪府で生まれた藤井は1965年に長野県を訪れ、そこで右翼団体である日本国粋会傘下の信州斎藤一家に加入しました。そのためもともとは山口組とは全く別の組織でヤクザになっているのです。1984年彼は信州斎藤一家で総長代行に就任しました。そして上部団体である日本国粋会では副理事長や副会長を歴任しています。1990年に44歳で信州斎藤一家の6代目を継承した藤井は翌1991年に日本国粋会の組織委員長に就任したようです。この年工藤和義が日本国粋会の4代目会長に就任しました。このタイミングで日本国粋会は組織の名称を国粋会に変えています。2005年、国粋会会長の工藤が6代目山口組組長司忍と杯を交わし、国粋会は山口組の二次団体になりました。それから1年半後の2007年2月15日に工藤が急死します。これに伴って国粋会で彼の右腕として活躍していた藤井が同年3月5日に国粋会の5代目会長を継承し、6代目山口組の直参に昇格しました。それから彼は司忍らの警護役を経て2011年には若頭補佐に昇格しています。6代目山口組若頭補佐中部ブロック長竹内輝明。竹内は若頭補佐でありながら高山の跡目を継ぐ形で3代目弘道会会長になっています。1960年2月19日に三重県で生まれた彼は10代の頃から不良少年としてその名を轟かせていたそうです。そんな竹内が20歳で愛知県内の独立組織に加入しヤクザになりました。その後現在の山口組若頭で、当時は山口組広田組菱新会理事長だった高山と出会ったことがきっかけで菱新会に移籍します。それから山口組と一和会の間で山市構想が勃発しました。この大規模な抗争の中で竹内は一和会傘下後藤組若頭の吉田を拉致監禁し暴行を加えます。彼の狙いは後藤組の解散でした。竹内は吉田の命を交渉材料にして後藤組を解散にまで追い込みます。その後彼は事件の首謀者として長期の服役生活を送ったのですが、出所後は高山の側近として順調に出世していきました。1993年には弘道会傘下高山組の若頭に就任し、2005年に高山が弘道会2代目会長を継承すると竹内は2代目高山組組長になっています。2013年10月、恐喝事件で懲役6年の有罪判決が確定した高山から弘道会の跡目を譲られて6代目山口組の直参に昇格しました。そしてそれから約1年半後の2015年6月には6代目山口組若頭補佐兼中部ブロック長に就任しています。6代目山口組の組長である司忍と若頭である高山清が弘道会出身者であることから、現弘道会会長である竹内が次期組長候補だという見られ方をされているようです。なお竹内は稲川会会長の内堀和也と後部の兄弟分でもあります。6代目山口組若頭補佐阪神中四国ブロック長安藤美希。安藤は2代目竹中組組長を務める人物です。1955年1月10日に生まれた彼は3代目山口組信原組傘下作州連合に加入して裏社会に足を踏み入れました。1983年に信原組が解散したことで安藤は竹中組に移籍します。その後
山一構想が始まると彼は4人の配下と共に一和会会長である山本博士の自宅を自動小銃と爆弾で襲撃する前代未聞の事件を起こしました。事件後、竹中組を脱退した安藤は山口組の二次団体である一新会に移籍します。この間にも彼は山本博士邸襲撃事件の実行犯として指名手配されていたようです。そしてついには逮捕され、約20年の懲役を務めることになりました。2011年に刑期を終えて出所した安藤は2014年4月に山口組の二次団体だった柴田会の2代目会長を継承し、6代目山口組の直参に昇格します。そして2015年9月10日に彼は2代目柴田会を自分がもともといた組織の名称である竹中組に改称しました。6代目山口組若頭補佐大阪南ブロック長津田力、津田は4代目倉本組を率いています。1958年12月23日に生まれた彼は2008年10月に6代目山口組の若中に昇格しました。そしてそれから8年半後の2017年3月に若頭補佐に就任し執行部入りしています。6代目山口組若頭補佐東海ブロック長薄葉正義、1957年5月6日に生まれた薄葉は二次団体のトップとして11代目平井一家の総裁を務めています。6代目山口組若頭補佐大阪北ブロック長明東力、明は明連合会の会長でもあります。1956年7月17日に生まれた彼は山口組の巨大派閥である山県組で若頭補佐、射程頭、相談役を歴任した太田盛政の下で手腕を振るっていました。太田が引退した後に彼の地盤を引き継いだ明は組織の名称を明連合会に改めて6代目山口組の直参に昇格しています。6代目山口組若頭補佐九州ブロック長庄野康道、庄野は4代目石井一家の総長です。1965年11月6日に生まれた彼は江口徹の引退に伴って2009年に石井一家の跡目を継承しました。これにより庄野は山口組の直参になっています。いかがでしたでしょうか。6代目山口組の最高幹部にあたる執行部の面々、機会があれば執行部以外の直系組長である射程や幹部若中に関する情報も今後出していきます。それではご視聴ありがとうございました。